今日もやっていきますみんなのアルバイト。よかった、ちゃんと言えたね今日は。ね、言えるんだよ。チャンネル言ってたから。前回に引き続き佐々木さんにお話伺います。よろしくお願いします。佐々木さん、今日はどんなアルバイトを教えていただけますか？ユニクロのアルバイトですね。ユニクロ。あ、ユニクロ。ちなみに私ね、今日パンツがユニクロなんですよ。そう、見せんでいいけど。へえ。ユニクロのジーンズいいですよね。いや、めっちゃいいですよ、ユニクロ。なんかね、変にこだわったブランドでダサくするよりユニクロ着てる方がかっこいいよな。わかる。男の子とかもそっちの方がいい。いいブランド1個だけそのポイントとして入れるのが、うん、そうそうそう。てか外国やったらユニクロって高級ブランドだからな。え、そうなんですか？高いからな。高い。日本だけやであんななんか安い扱いされてるの。ユニクロどのくらい働いてたんですか、期間？ユニクロ1年ぐらいですかね。1年。だ、結構長いですね。そうですね。友達に聞いたことあるけど、朝礼とかがあって厳しいって。そうなんですか？掃除とかも軍隊みたいにするって聞いたことある。軍隊みたいな。そう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 。朝礼は確かにありましたね。掃除も結構厳しくチェックされてたような感じですね、うん、大変なことってあります？商品結構数多いじゃないですか。店舗によってはすごい大きい店舗あったりするから、なんか覚えないといけないとかあるんですか？お客さんに聞かれた時にやっぱ答えられないといけないんで、ある程度場所は覚えとかないといけないんですけど。あ、難しい。なんて聞いてくるんですか、お客さんは？携帯とか見せて、これどこにありますかとか。ああ、それやっちゃう。やります。やだね、知らねえよ。自分で探しなって思う。こういうやつみたいな。だいたい見てもさ、分かりづらいんだよね、あの写真だけとか見せられてもね。似たようなのいっぱいあるから ね、 ね、うん、ユニクロってさ、レディースとメンズで分かれてるやん。男の子がレディースのところを担当したりすることもあったりするの？もあったりはします。するの？そうなん。下着とか聞かれたらめっちゃ気まずくないですか？ね、なんかそれ逆にやりたいわ、それ。逆に男の子に言って、あ、なんか下着なんかどれがおすすめ？お前はお前はさ、痴女なのか、本当に。やばいぞ。なんでそんなことない。でも女の人の服やとやっぱさ、分かりにくくない？なんか女の人の服の名前言われても俺分からへんねん。一応そのスカートがあるところってこの辺とか、スカートがあるところこの辺とかって決まってるんで、ここに移動すれば大体はそこの辺にあるかなみたいな感じですね。スカートって言われたら、とりあえずスカートのところに行って似たようなやつあるかどうかちょっと確認するみたいな。そうですね。ちなみになんかそんな言われたことないですか？なんか下着どれがいいですかとか。ね、それしか聞かねえじゃん。いた？変な人いました？なんか女性にセクハラするみたいなお客さんはちょっと聞いてましたけど。あ、お客さんが店員、女性の店員にセクハラを。そう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 、はい、のもありましたけど、逆はなかったですね、あんまり。どういうセクハラですか、それ？なんか電話番号教えてよみたいなとか。そういうのさ、なんかどう対応してるお店って？社員さんがすごい守ってくださってましたね。なんでさ、ユニクロ受けようと思ったの？当時働いてたその飲食店がきつかったんで。それガストちゃん？ガストじゃないの、それ？ガストじゃないですか？一個前の動画がね、ガストの話やったんで、ガストじゃない飲食店がきつかったんね。そうですね。それでもう飲食店じゃないのにしようと思ったの。で、なんかアパレル見てたら、初めてやる人はもうそんな募集してないみたいなのが多かったんで、じゃあユニクロでいいかなみたいな。ユニクロは別に初めてでも募集してるってことですか？初めてでも募集してる。面接とか大変？他と同じぐらいの感じで、なんでここ希望したのとか、そういう感じですね。なんで希望したって言ったの？飲食店がきつかったからって。ユニクロの服が好きでしたみたいな感じで言いました。何好きやったの？まあまあまあ。いや、これよ。あのね、日本のなんかその面接の無駄さ加減ってそれなんだよね。思わない？もう別にさ、前のさ会社がきつかったから、ちょっとここ家近いし、まあなんかあの楽そうだから来ました。 OK じゃない？それで。いや、でもそれをこう追われるやん。え、じゃあってことはここでもちょっときついことあったらまたすぐこうやめていくんやろみたいな。え、そうやでって。そうですよって。じゃあもうそんなやついりません。じゃあいいです、お断り。だから受かれないから。いいですじゃないから。え、でも別にさ、ユニクロの服好きじゃないからさ、好きでもないのに好きって言うねん。なことないよ。ユニクロ買い物しますか？たまに。ほら、買ってるやないの。でも今着てる服全然ユニクロちゃうで、ちょっとおしゃれなやつやね。ちょっと見せてよ、なんか文字書いてるやろ、その下。ほら、なんかこれユニクロちゃいます？ユニクロじゃないですね。ユニクロじゃないんかい。どこのブランドを？
これブランドじゃなくて、僕野球やってたんですけど、野球やってた時のなんかチームの T シャツみたいな。今もなんか野球やってんの？野球関係ねえだろ。アルバイトだろ。よく筋トレとかしてんの？いや関係ねえだろって。モテるやろ。モテんねん。お前が気づくだけやろ。元野球部はモテんの。元野球部がユニクロで働いててんだよ。大手のコースやん、こんなん。もうちょっとユニクロのこと聞きたいよ。ユニクロのさ、なんか洋服とかを試着しに行って店員さんになんかこの服どう思いますみたいなっていうのを聞かれたりしますか？僕そこ担当じゃなかったんでわかんないんですけど、多分そういうのもあったと思う。特に高齢のお客さんはそれ言うよな。あー似合いですってそれ似合わなくても言うんですか？まあ、言うんだと思いますけどね。言うんですか？そりゃそうでしょうよ。だって俺そんなん見たことないもん。それ、ああちょっとお客様には合わないと思いますっていう人聞いたことないもん。最悪。私こういうのサイズかもしれない。パンツとかのサイズが、あじゃあお客様ならこのインチでって持ってきてくれたのが入んなかったらどうしようみたいな。あ、なるほどね。そういうのやっぱ大きめに言うのかなみたいな。ああ。無難に入りそうだなみたいな。確かに。ありそうじゃないですか。私デブかよーみたいな。ないそれは。まあでもサイズ感はそうですね、ちょっと大きめに言うかもしれないですね。持ってくる。でもさ、でも持ってくるときは入らんかったらあれけど、例えばさ T シャツとかじゃないけど、もう服普通に選んでるときに、どっちかな、私どっちやろう、サイズ S かな M かなっていうときに、いやお客様は L ですねとは言わないよね多分。言いたいけどね。L ですね。お最近は大きめのサイズが流行ってますとか言って言うかな。困ってる人いるよね。こう着てる時にこう S かみたいな感じの、ね、コメントする人いるよね。そういうのってさ、ユニクロの社内の研修とかで教えられたりするんですか？いや、それはないですね。そこはないですね。売りつけろみたいな。1日いくらまで1人3足は売りつけろとか、パンツを3つは売りつけろ。ないです。ユニクロの店員さんとほとんどその商品整備って言って、要は服を畳むとかっていうことだけをやれって言われるんで。服畳むの嫌い。わかる。俺も今日しわくちゃんの T シャツ着てきてんねん。畳むん嫌やったから、そのまま洗濯したらフィアって置いてったらしわくちゃんなんて大変やろこれ。アイロンかけろよ。アイロンもめんどくさいのしたくないねんもう。じゃあなんかそのノルマとかはないんですか？そう思った。いくら売らなきゃいけない的な。ノルマはないです。あ、そうなんだ。なんかその畳みすぎて、なんかちょっと自分の家のそのものをめっちゃ綺麗に畳むようになりましたとか、そういうのあります？あー、今家のもの畳むのは早くなりましたね。どうした？何を想像した今？いや、違うねん。あの畳みすぎて家で畳むのが早くなったとか、そういうのありますかっていう聞き方に対して、はいって言うしかない答え方。もう代わりに全部答えてしまってるなと思って、アンケートを取る人としては不適切、まあ、言ってほしいのは分かんねんけど、聞き方。ユニクロでおすすめの商品と買わない、ごめんね、カンペをそのまま読んじゃってる今ごめん。おすすめの商品とかあります？おすすめの商品は、男性はあのパンツスラックスとかは。スラックスって何？感動パンツっていう。それズボンってこと？あ、そうです。ハーフパンツ。買わなくていいもの。そんなええの聞いて。買わない方がいいものって。いいの、ね、そんなん聞いて。まあ一番はそうよな、うん、実際おすすめよりも買うなっていうやつの方が知りたいね。これはちょっとおすすめできないなって。 T シャツいろいろあったけど、たまにダセーの入ってんなみたいなのありましたけどね。ダセーやつは買うなと。ていうか俺的にコラボものいらんなって思うね。ありますね。コラボものいらんくない？ユニクロ。いやでも可愛いやつもあるやん。まあ、あるけど、いいものもある。ユニクロはやっぱ無地のやつがいいって。無地っていうのがユニクロの良さやのにさ、マーベルとかとコラボせんでええねん、俺的には。今も俺もたまにユニクロ行って、店員の動きとかを見て、ああ、あいつサボってんなとか思っちゃう。あいつ悪いな、みたいな。店行くと、ちょっと場を汚したりすると、なんか申し訳ないなと思ったりは。どういうこと？場をちょっ
なんていうの、畳んであるシャツをこう見て見て、畳まずに戻したらまたその店員が来て畳まれて、俺めっちゃやるそれ。それさ、でも畳んで返したらいい？畳んで返してくれたらもう、もう綺麗に畳めないでしょ。畳めへん、だから俺はいつ もうめっちゃ取ってうわーって見て、ほんでピューンパッって、ちょっとなんで震えたん、なんかな、だってどうせ、なんで震えたん今、なんかこうくるくるポンって、くるくるポン、俺の中ではそれで畳んだつもりやから、全然くるくるポンじゃねえよ、あかん。それ嫌、そ嫌い、そういう客もういっぱい 見る客嫌、そういう客は嫌ですね、もう入ってこないでほしい、マジか、入ってこないでほしいって言ってる、でも買うでいっぱい、知らねえよ、俺はアルバイトだから。そうや、そっか。別に店が儲かろうが関係ないのか。そうだよ。そっか。最近でもすごいで、ユニクロ行ってる？行ってるよ。もうさ、カバンのまま、カバンってか、カゴ。カゴのまま。カバン。カバンって言わなくていいやつだ。すごくないあれ。あれもうな、カゴ置いたら、はい、ピッ、お金こんだけみたいな。当時4年前はまだそんなんじゃなかった。ありましたね。もうあったんですか。ありました。いやすごいですね。いやでもあれほんますごいなって思ってる、ね、なんでわかんねやろうと思って。まあ何はともあれちょっとイケメンとお話ができて楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。